未来のスターは誰だ？売名選手権大会！とりゃー！今からクイズを10問出題します。その中で一番正解した人が僕の YouTube で30秒宣伝できます。クイズの出題者は観覧者です。僕が出題するわけではありません。早押しクイズになるんですが、お手つきもあるので注意してください。みんな、有名になりたいかー？なりたーい！爪痕を頑張って残してください。では問題募集します。みんな頑張るよ。では第1問、お店であげると言われても嬉しくないものって何？さあ一番早かったのはラーちゃんでございます。回答お願いします。ゴミ。ブッブー。違います。次に早かったのは7番さん。回答お願いします。お高さん。お前勝ちに行くつもりないだろう。なあ、完全にボケ狙ってきてんじゃねえかよ。むしろ喜べよ。次に早かったのは1番さん。回答お願いします。値段正解。ピモピモピモン。値段を上げられたら困りますよね皆さん。ということで正解は値段価格でした。さあ1番さんに1ポイント入りました。暫定1位でございます。おめでとうございます。続いて第2問いきます。モカちゃんからの出題です。ベルが5回鳴ると出てくる果物って何？早かったのはメラさん。では1番さん回答お願いします。エルゴ。ブッブー。次に早かったのは4番さん。回答お願いします。リンゴ。ピンポンピンポーン。リン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 。5。リンゴでーす。4番さんに1ポイントが入ります。暫定1位。1番さんと4番さんにポイントが入っております。続けて第3問いきます。チャチャちゃんの問題です。紐に絡まって遊ぶ鳥ってなーに？さあ木馬ちゃんが早かった。回答お願いします。あやとり。ピンポンピンポンピンポーン。正解です。答えはあやとりでございます。ここで3番さんも追いつきました。暫定1位。1、3、4番さんが1ポイント獲得しております。続いてクイズいきます。みんなみんなめっちゃ真剣じゃん。ボケるやつ7番さんしかいねえよ。ちむこちゃんの問題です。車で走っている時にカーブで必ず落としてしまうものは何？5番さんが早かった。回答お願いします。ブレーキ。ブッブー。回答権を失いました。2番さん回答お願いします。スピード。ピンポーン。正解です。カーブになるとスピードを落とします。さあ2番さんも追いつきました。1、2、3、4番さんが暫定1位でございます。では問題募集します。みおりちゃんからの問題です。4匹のネズミが好きな食べ物ってなーに？6番さんが一番早かったです。6番さん回答お願いします。間違えちゃいました。ブーブー。お手つきです。次の回答権はありません。その次に回答権が早かったのは4番さんです。お願いします。シチュー。ピンポーン。4匹、シーとも言えますよね。で、ネズミの鳴き声はチューなんで、シチュー。ここで4番さん、なんとトップに躍り出ました。2ポイント獲得です。では続いて、6問目に突入します。ひままちゃんの問題です。ボールはボールでも、四角いボールは何？マモさん、2番さんが早かったです。では、どうぞ。ダンボール。ピボピボピボーン。正解です。ダンボールは四角いですね。ここでなんと2番さんも同率トップに躍り出ました。2ポイント。さて終盤戦にかかります。皆さん爪痕をしっかり残してくださいね。いきますよ。モフコちゃんからの問題です。カメとラクダとサイが何かを買おうとしています。何を買おうとしているでしょうか。モクマさんが早かった。3番さん回答お願いします。カメラください。ピンポンピンポーン。正解です。カメ、ラクダ、サイ、カメラください。正解はカメラでした。さあ3番さんも追い上げてきております。同率1位。まだまだチャンスありますよ。では第8問いきます。ゼクちゃんからの出題です。クジラより大きくてメダカより小さい動物はなーに？クチメさんが早かった。回答お願いします。イルカ。ピモピモピモーン。正解です。そんなのイルカっていう意味でイルカでした。さあここで9番さんが1ポイント入りました。次9問目。ボケてもいいんだぞ。カレンちゃんの問題です。夜に使う調理器具はなーに？タコせんべいさん早かった。回答お願いします。
小田かなみブーブー意味わかんねえよてかさボケると思ったわちょっとだけわずかな希望だけどまあちょっと答えてくれんのかなーと期待してたけどやっぱりボケたはい後ろ向きましたお手つき最終問題が答えられなくなりました次に早かったのは、5番さん回答お願いします私の玉ねぎ頭を切る包丁ブーブーなんか陰踏んでね私の玉ねぎ頭を切る包丁イエー爪痕を残すスタイルに変えてきましたねこれで有名人だねありがとうございますじゃあ5番さんお手つき後ろ向いてくださいでは4番さん回答お願いします冷蔵庫ブーブー違いますでは2番さん回答お願いします夜間ピンポンピンポンピンポーン正解ですカッコもつけてくれましたが夜に使うということで夜の別の言い方はやということで夜間ですここで2番さんがなんとトップに立ちました一人だけ3問正解ですさあ次の問題が最後となっております皆さん頑張ってくださいねいきます最後別にボケてもいいよ爪痕残してもいいかなモカちゃんの問題です目では見ないで舌で見るものってなーにメナちゃん早かった味ピンポンピンポン正解です以上で10問が終わりましたでは結果発表です今回のクイズ大会の優勝者はポコ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 ポーン2番さんおめでとうございまーすわーい今回の優勝者はマモさんですでは2番さん30秒間の倍名チャンスが与えられます準備いいですかじゃあ30秒間カウントしますよーいスタートはいどうもマモですはい、今回は選んでいただきありがとうございました。ね、僕も穂高さんと同じ、1年前ぐらいから YouTube をやっていらっしゃるので、よかったら、ピグの実況してるので、見てくれたら嬉しいです。コミュで、6周年のイラストも描いてるので、いいねとリポストしてくれたら、すごい嬉しいです。ありがとうございました、今回は。どうも、ママでした。はい、もう、何秒今今何秒今何秒はい、30秒経ちましたありがとうございました2番さん優勝おめでとうございますありがとうございます最後に一言お願いします人のチャンネルで倍名最高最高